とうとう手に入れた正しい世界を。ついに思いはその形をなす。私の世界を手に入れたわ。その思いはただ一人の己のために。あれ、いつの間に私たちどこですか。こようこそ私の世界へ。待ちかねたぞ、ついに現れたか。おそらくこの声の主が我々の世界を乗っ取ろうと企んでいた張本人。私の名はアサギ、この世界の主人公アサギよ。何あれ。あれって何よ、失礼ね。見た目はあれかもしれないけど、これは神の意志によって作られし古代の戦士の姿なのよ。古代ってお前、その格好バージョンアップに乗り遅れただけだろ。こいつにだけ連絡が行ってなかったのか、哀れなやつ。アサギ、聞き覚えのある名前だな。確か自分の居場所を求めていろんな世界をさまよってるかわいそうな亡霊だったような。かわいそうって言うな。それに私は亡霊じゃない。主人公の座を求めて半永久的にさすらっている悲劇のヒロインでしたよね。大体合っているけど、半永久的ってのも引っかかるわね。じゃあ今回の異常事態はこの世界の主人公の座を求めてのことだったのですね。そうよ、今度こそ。もう何度目の正直か忘れちゃったけど、今度こそ私は主人公になるのよ。どんな恐ろしいのが出てくるかと思ったら、えらいせこい目的なのね。しかもそんなせこい目的で恐怖の大王の力を得るほどの悪意を生み出したのか。一人だけ見た目も違うですし、なんだかかわいそうです。何よその同情の眼差しは。ふん、こんな気の毒なやつは初めて見た。どうだみんな、こいつに主人公を譲ってやろうではないか。そうですわね、こんなに必死なんですもの、譲ってあげましょう。そうだな、主人公ぐらい譲ってやってもいいよな。やめて、そんな同情なんかいらないわ。そんなに簡単に譲ってもらったら私の今までの苦労がバカみたいじゃない。主人公の座は力ずくで自分の実力で手に入れてこそ価値のあるものなのよ。ボー君バルバトーゼ、主人公の座をかけて私と勝負しなさい。かよかろう、その勝負受けてたと。行くわよ、これが魔界ウォーズカッコ仮のゲームスタートよ。
てやる。行くぞ。見せてやる。
どうだ、アサギとやら。これで分かっただろう、誰がこの世界の主人公か。分かったわよ、この世界に私の居場所はないってことなのね。私はただ自分の居場所が欲しかっただけ。自分たちの世界を持っているあなたたちが羨ましかった。じゃあね、迷惑かけたわね。だったら俺たちの仲間になればいい。バル様、羨ましいと思うなら、居場所が欲しいと思うなら、俺たちと一緒にいればいい。でも私は。それがいいですわ。主人公になることだけが幸せとは限らないのですから。でも私、みんなに迷惑かけちゃって。まあ手は焼かされたがな、楽しませてもらったぞ。こんなのまで仲間にしてしまうとは。やはりバル様は底知れぬ器の持ち主。さ、よし、仲間になったからにもちゃんと罪は償ってもらうぞ。え？本来ならプリニーになってもらうところだが、お前のような特殊な存在に合うようなプリニーの皮を持ち合わせておらん。仕方ないから、プリニー教育係見習いとして俺の弟子にしてやる。この世界を混乱に陥れた罪を償ってもらうぞ。そんなあ、結局おいしいところは全部あいつに持ってかれた感じですね、殿下。ふん、まあこの程度の見せ場ならあいつにくれてやるさ。俺様にはもっともっと大きな見せ場が用意される予定なのだからな。ていうか絶対用意しろ。私ももっと出番が欲しいです。グレートフロンガー X でもっと大暴れしたいです。大暴れってフロン様？愛はどこに行ったのですか？愛は。あたいももっとボランティアしたいぜ。どうだいみんな、これから募金しに行かないかい？いやいや、それよりもこのアクターレ大統領閣下のダークヒーローショーを開催してだな。ディスコはお姉様と地球征服に乗り出したいです。いやよ、そんな夢全然可愛くないもん。お前いい加減に夢ネタ引っ張るのやめた方がいいんじゃないの。ネタじゃないっての、これは夢、私は絶対死んでない。やれやれ、このアホどもと来たら。せっかくバルバトーゼ様が見事にまとめてくださったというのに。まあ良いではないか。こいつらは最初からこんなものだ。その無駄に広いお心、さすが我が主バルバトーゼ様でございます。よし、今夜は無礼講だ。またしても世界を救った記念に盛大に祝賀会を開くぞ。こうして後世に魔界王図カッコ仮として伝えられることになるかもしれない異常事態、その幕を下ろした。
魔界を崩壊の危機から救った暴君バルバトーゼの偉業と、一人の報われぬ女の名をその歴史に刻みな。